3月9日、夜の21時33分でございます。札幌の正午でございます。こんばんは。今日なんですけど、午前中にですね、スロットの実践ライブ配信をねちょっとやったんですよね。3時間ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと今ねアーカイブの方消してるんですけど、まあ、今後もですね、まあ、不定期なんですけど撮影許可いただけた店があるんでね、そこで動画の配信をねちょこちょこやっていきたいなと思っております。ちなみにお店はね中央区のビッグスロットですね。北五条にあるビッグスロットが特に店名とか出しても問題ないっていうことだったんでね、ビッグスロットさんの方で撮影許可いただけたんで、まあ不定期に配信していこうと思います。まあ、あと今日ね久しぶりの配信だったんでね、そのパチンコ実践っていうのかな、スロット実践っていうのかな、前も何回かやったことあるんですよ。もう2年ぐらい前とかね。なのでまあちょっと撮影機材をねいいものを揃えて、それで配信環境をね整えてからねまたやりたいと思います。やっぱりね Wi-Fi がないとね電波の状態が良くないっていうのがあるんで、まあちょっとポケット Wi-Fi でもね買って Wi-Fi 環境でできるようなね状態にしたいなというのと、まああとマイクをねやっぱもうちょっといいの欲しいですね。一応今日ヘッドセットマイクつけてやってたんですけど、やっぱりもうちょっといいマイクが欲しいなと思ってね、まあ自分買ったやつもそこまで変なやつではないと思うんだけど、まあでもやっぱり動画として残すんだったらね、ある程度画像とかもね綺麗な状態で残したいなっていうのがあるんでね、まあそれで今日はちょっとテスト配信という感じでやってたんで、アーカイブの方はねちょっと今残してないというか非公開にしてるんですけど、まあこれからぼちぼちとスロット、まあ主にスロットですね、スロットの実践配信っていうのをねたまにやっていきたいと思います。撮影に行く日は私の X のアカウントの方でねつぶやきますんで、今日撮影行きますんでっていう感じでね、まあプライベートでもね結構スロットとか行くんでね、私個人的には別にパチンコスロットって嫌いじゃないんでね、昔からずっとやってるんですけども、やっぱり今パチンコ店いっぱい閉店しててね、まあちょっとやっぱり話題の一つでも提供できればなっていう思いがあるんで、まあそれでちょっとライブ配信やってみようかなっていうのがあったんでね、まあ今のスロットとか面白い台とかあるんでね、まあそういう面白さを少しでも伝えれればまあちょっとプラスになるのかなっていうね感じでございました。まあ中にはやっぱりパチンコスロット嫌いだっていう方もいるんでね、そういう方はまあ見たくないっていう方もいると思うんですけど、私のチャンネルはまあそういうのもあるというねところでご承知いただきたいと思います。まあ今日のその実戦の結果から言うとまあ負けたんですけど、まあそれでもある程度は楽しめたのかなっていうね感じだったんで、まあまた日を改めてね打ちに行きたいと思います。まあしかし今日雪がですね夜から結構降り出してきて、さっき白石あたりが結構吹雪いてたかな、まあ今圧裂入ってきて白石ほどは降ってないんですけど、まあ圧裂も今こんな状況ですね。3月9日なんですけど、まあまだまだ雪は降る日があるのかなっていうね感じだと思います。まあ日中は暖かいんでね結構溶けるのは溶けると思うんですけど、まだやっぱり夜とかになるとねこう降る時があるんでね、まあ明日日曜日でよかったのかなっていうね感じがいたします。このまま降り続ければまた朝になるとね結構積もってたりする可能性あるんでね、また雪かきとかもね必要になってくると思いますので、まあそういう点を考えると平日より日曜日でよかったのかなっていうね感じがします。まあそんな感じで、まあ今日あった出来事ですね、それをちょっとねお話しする動画でございました。明
明日日曜日は、私動画撮影に行きますんで、まあまた動画撮影してね、編集して、まあそれをね後日配信したいと思います。